けよ。いつまで寝てんねん、お前。食ってるよ。お前。何お前、2枚も。2枚もかぶっとんねん、お前。何お前、布団2個引いてんねん。一回起きてん、今日は。昨日夜寝られへんかってさ。なんで布団2枚引いてんの。これ、修学旅行期間じゃん。お前、このでかさで一人は寂しすぎるやん。とりあえず、布団でもいっぱい車って、サインさんもいらんと。見てこの景色、オーシャンビュー。ちなみにこれどこでしょう。どこでしょう。俺答えたらあかんやつやんこれ。うん、そうそうそう、昨日さ夜、俺マジでこれ結構ガチの話でさ、うん、こうまあ、景色見て一人黄昏れてて、なんかちょっと途中で怖くなってきだしてさ、一人でで、あ怖いなとか思って、こんなとこお化けおるわけないよなと思って下見たら全部墓やってさこれ、こっからあそこまで全部墓で、俺マジでリアルに怖くて寝られへんくなって、で、あの千手観音みたいなやつおりゃ、あれ何って思ってきて気になって気になって寝られへんくてさ、で俺それで風呂入るまでめっちゃ時間かかって、いやマジでマジでそれでガチで寝られへんくなってっていう話。可愛いって言ってもらえたいんかお前。今日行きます。はい、とりあえず次回やばい急げ。ね、今日の企画は。今日の企画はね、国見高校練習参加です。よし。噂によるとすごいらしいぞ。まあまあまあ行ってみたら分かる。そのすごい話してる余裕ない。確かに。詳しい。じゃあ出た。着きましたよ。長崎県。もう、まあ、練習参加前に旅ロケ。綺麗な感じで動画載せるって言ったやん。第1回目、前回は田んぼしかなかった。まあ今回も言うってなんかあるかって言われると謝れ、長崎県民に。おじゃあお前千葉県民やって茨城県民に謝れ。いやあれはあの場所やだから俺が紹介するのはただ単の旅ロケっていうよりかは、まあ、こうやって長崎の良さを紹介しつつ、今から国見高校練習段階か、国見高校の周りがどんなんなんかっていうのを紹介してからの練習参加っていうのが、まあ、一番いい流れかなって思うから。長崎の良さ伝えてみろよ。これが長崎でかの有名な、かの有名なメガネ橋。なんでメガネ橋って呼ばれてるか知ってる。知ってるやろ多分、おそらくな。そんだけ大口切ったやったらメガネやから、もうちょい多分リアあると思う。そう、いや、ないな、ないな。しかもあれ見て、俺らのチームエリス東京のマークと一緒。あ、ほんまや。これ違う、全然違う。日本で一番あれやからな、長崎水が綺麗って言われてるからな。あ、そうな。知らんけど。なんやで、もう全部できとうかい。一回下降りてみるか。あ、まあ、絶対いらんことだけはすんなよ。別に入んのはいいけど。待って、カニおる。ほんまや。友達なの俺と。俺警戒されて、お前降りてくるなんて。お前降りてきたら逃げるやん。逃げへんやん。友達なろうよ。くそ、くそが。だろか今すぐ。何を言ってんのお前。気持ち悪い。ダゴウシ、船虫。なんかめっちゃ面白い。気づかなかったなお前。めっちゃ面白かった。お前困るな、長崎の良さを伝えろ、頑張れ。いや、サミスラおらんねおるやん。でかっ、何この魚みたいな。濃いやん、どう考えても濃いやん。濃いか、濃い見たら濃いに落ちるって言うしな。誰に落ちるんだこの状況で。お前濃いって会話です。濃いって消えたないでやってくる。全力で逃げてる。あいつ頭ある。あ、逃げた。はい、それで、国見高校到着しました。国見高校には到着してない。国見の練習場暑い、今日も炎天下、倒れるで。最近雨男じゃなくなったもんな。晴れ男なって最悪や。暑い、雨降ってくれ。あ、ちなみに国見高校ではどういう選手がいたかっていうのを説明する。せやな、歴代説明したって。俺が知ってんのは大久保嘉人。大久保嘉人選手な。選手さん。他にも調べてある。あとちょっと名前難しいから永井さん。まあ、国見高校って言ったら大久保嘉人選手とか平山壮太選手、そう、平山壮太選手とかが出身のところで、まあ、そういう選手たちのね、まあ、どういう練習してるのかっていうのを多分皆さん気になると思うんで、ちょっと紹介していこうか。まあ、その中であと僕がねどんだけついていけるのかっていうのをねちょっと見てもらえたらなって思います。
いや厳しいよ、ついていくの。だって高校生についていこうとしてるやろな。そうそうそう、多分全然俺の方が下手やと思うし、まあ、けど下手は下手なりにやれるプレーっていうのがあるから。俺最近な気づいてん、あと改めて、俺そんな上手い選手じゃない上手い選手じゃないけど、俺には俺の武器がある。負けへんところで走ったり守備とか、まずそういうところで戦っていけるように。だから俺も高校生から刺激もらって、高校生にもね刺激与えれるようなプレーをねできたらなっていうのは、その中でまあ自分の強みであるドリブルとか、まあそういうのも出せていったらいいけど、まずはその守備とか誰でもできるそういうところ頑張るわ。お前はもう守備が課題って何回も言われてるからな。最近、もうサムキヤマの写真とかってなくなったんですか？もうほぼしてないです。あ、そうなんですか。あ、なんでしたかったの？そうですね、やるよ。すぐそこにサムキヤマってお店があるんですよ。はい、かき氷屋さん。じゃあ練習は挑戦して。うわ、あれですか。やめとこうか。お前も走りやで、普通に。え？じゃないと何で？ちょ、車で頑張るわ。車で固定してから行くわ。皆さんお願いします。今日新入生として参加させていただく白井壮太って言います。よろしくお願いします。全然上手い選手とかじゃないんで、みんなの練習ついていけるように頑張ります。お願いします。よいしょー。いや、雰囲気いいね。雰囲気良すぎる。新入生なんで教えてください。はい、どうぞ。決めします。はい。よし。今日は新入生も来てるんで、いつも以上に盛り上がって頑張っていきましょう。あんま違和感ないで、怒ることに。嘘、声出して疲れるわ一番。声出したんだしな。最後まで持つから、ね。赤のフラットマーカー置いてるんで、そこまでこうジョグで繋いで、10秒間レスト。で、これを10本やります、10本。で、1回。
これ10本 ?20本おフライング。ちょっとフライングしたやろ。違う違う違う、え、聞いてた話と違いすぎる。いやいや、これが国見高校よ。高校生体力あるから、俺も一応現役生やから。俺のしんどさと違う。若さって強いよな。うわ最後もう1分経った。わからん。10秒以内に入ったんやから。そうそうそう、8秒はたまたまや。もうアップル、昔からアピールするとき最後にこんだけ頑張った。おー、聞け。そう、最後2本頑張ったらアピールできるから。最後の2本はじゃあちゃんと見とこう。毎回1位に帰ってくるところ。一人くらいさ、しんどいって言ってるくれる子がおったら俺も安心するんよ。なんかほんまに、そんなに周りは。そう、だから誰かしんどいって言わせたい。でもお前が疲れてる姿見るのやっぱ俺は好きや。こうやって追い込まれるのが。方にボール乗ってんの。なるほどな。いい声かけやな。なるからちゃんとやろう。怒られた。なるほどね。弱ない？お前。ごめん。オッケー。ねえ。ごめん。